皆さんいかがお過ごしでございましょうか。火曜日でございます。聖和たった令和たったでございます。ということで、もう残すとここの番組もあと5回、今日入れて5回ですが、皆さん大丈夫ですかね。感想等ございましたら、ご意見ご感想等は掲示板やメールでお寄せください。お待ちしております。さて、今日はですね、まあ、先週ちょっと飛行機に乗って乗ろうとした会話、そして、ストライキに遭っちゃった会話というのをお届けしましたけれども、今日はその飛行機に乗って現場についてちょっと時差ボケって、そんな話でございます。まず A さんこういうふうにいました。 Are you coming with me? Are you coming with me? Are you coming with me? こういうふうに言いました。これに対して B さん、 Go ahead without me. Go ahead without me. I have jet lag. I have jet lag. こういうふうに言いました。はい、ということで今日の一言表現は B さんが言いました。 I have jet lag.I have jet lag. この表現ですね。で、このジェットラグ、ジェットはもちろんあのジェットなんですけども、これジェットラグって何のこっちゃって、これ時差ボケのことなんですね。ですから、まあ、do you have, don't you have jet lag? これ行くと、まあ、時差ボケなのがいい。こういう意味になるわけですが、まあ、ここでは I have jet lag ですんで、時差ボケなんだよ、俺。そういうことなわけですね。で、今日の会話に戻りますと、まず A さんこういう風に言ってます。Are you coming with me?ですから、まあ、例えば旅行先かなんかについて、まあ、A さんは元気なわけですよ。で、まあ、こう、すぐにでもどっかに行きたいわけですね。で、Are you coming with me? あなたも来ます？ついてきます？そういうことですね。Are you coming with me? そうしましたら B さんが、Go ahead without me. こういうふうに言ってます。この表現、ちょっと覚えておきましょう。Go ahead ってのはちなみに、どうぞどうぞという意味ですね。気にしないで、やってくださいみたいな感じですね。Go ahead。これに without me というのがついてます。without ってのは、何々を除いてという意味ですから、ここに me がくっついてて、私を除いて go ahead、ですからやってくださいと。つまり私抜きでどうぞということですね。ですからまあ遠慮しておくよと、そういう意味になりますね。まああなたはいいんだけども私はちょっとってことで遠慮しておきますよと。でその理由が I have jet lag、 時差ボケなんて、そういうことなわけですね。ですからまあ今日はこの I have jet lag、 時差ボケなんだという表現、そしてこの Go ahead without me、 この遠慮する表現ですね、ちょっと僕はっていう、この表現ちょっと覚えておくと便利かなと思います。ということでですね、残りあと5回も、あと残り4回かね、お楽しみいただければと思います。ではまた明日です。わざるでした。